はい、どうも皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトクマです。ついに出たよ、ついに出ました。ジンさんが登場いたしますリージョンスポーツフェスタの出場選手リスト。てかね、今週末えぐい、やばいね。5、6大会ぐらい行われんじゃん。で、しかもどこの国の大会もさ、めっちゃ有名な人出るのね。やばい、今年のオリンピア出る人たちばっかりよ。今週の大会もう興奮しすぎてびっくりした。もうジンさんの大会も楽しみだけど、そこ以外のねビッグネームがすごすぎてマジで楽しみなんだよね。はい、ということで、このリージョンスポーツフェスタはですね、オープンボディビルとか、クラシックフィジーク、そしてこのメンズフィジークがね行われる予定となっておりますので、今回はちょっとジンさんにフォーカスさせていただきまして、メンズフィジークのお話のみさせていただければと思いますが、ちょっと別の動画でね、このリージョンもそうだし他の大会もどんなにヤバい選手がいるかっていうのをちょっとまた話すからね、ちょっと興奮気味に話すと思うけど、ぜひね、それも見てください。ということで、このリージョンスポーツフェスタですね、ジンさん自身で言えば今年3大会目の大会になりまして、前回はサンアントニオプロ、ジンさんがプロになられてからは初めてアメリカ大会というね、形で、9位という結果だったんですが、このリージョンスポーツフェスタ最初におさらいいたしますと、今年のオリンピアには何ら関係ありません。もう来年のね2025年のミスターオリンピア出場権をかけた大会になります。で、出場人数なんですけど、これが全部です。前回サンアントニオプロの出場選手リストとか、東京プロとかね見られた、皆様はですね、あれって思うかもしれないんですよ。そうなんです、人数は少ないんですよ。16名ぐらいしかいません。なので必ず順位つくぐらいの人数しか出ないんですよ。ただ、濃さが違う、16人の中に詰まってる濃度がね違いすぎるの。今大会もうジンさんが出られた中で最もレベルが高いっても言い切っていいと思います。何よりもレベルが高い、やばい、やっぱそうだよねって、やっぱそうなるよねって思った。エマニュエルハンターは今んとこいなくて、なんか出なさそうでした、ごめんなさいっていうね、ちょっとそこも挟ませていただきますが、でもこれ言っちゃう？言っていいかい？もちろんね、日本の選手が出ますので、日本人優勝だっていう、その思いは、もう変わらないわけで、それは皆さんも変わってほしくないわけですよ。日本人選手が優勝して、来年のオリンピアね、ジンさんが最初に決めるって、こんなに最高のストーリーはないじゃないですか。ただですね、さっきも言った通り、ジンさんが出られてきた、過去、すべての大会含めても、最もレベル高いんじゃないかなって思いますし、セカンドコールに入っただけでもやばい。ファーストコールに入ったら、今回16人しかいないので、ファーストコールで6人とかも全然あると思うんですけど、要はトップ6ね、トップ6入ったらとんでもないことだと思います。それぐらいメンツの濃さがやばいので、今回5人注目選手を紹介します。この5名がおそらく優勝を争うと鳩熊は踏んでるんですけど、まず1人目がライアン・クラーク。今年マイルハイプロ優勝してオリンピアに出る予定の選手です。もう一人目がウィル・ハリスと書いてあるんですが、ウィルフレッド・ハリス。カネキンさんも出られていたセントピートプロ優勝してオリンピアをね、決めている選手になります。そしてもうお一方、メディ・カバージ。昨年のね、大会で優勝してオリンピア決めているんですが、今年タンパプロでも優勝していて、非常に今年のオリンピア、今まで順位ついたことないのね、メディカバージで。ただ今年は絶対ね、一味二味違うんじゃないかなって。特にこのタンパプロ優勝の体がエグすぎんのよ。フロントポーズのこのメリハリ何って、筋肉それぞれのセパレートエグっちゃったったーって、腹筋もこれボッコボッコ浮き出てるでしょ。本当に今年のメディカバージはね、調子がいいんですよっていう、そんな選手もね、出てきます。そして、もうお一方、リジンボ。リジンボの名前はね、日本の皆様も記憶に新しいんじゃないかと思いますが、このリジンボも今年大会優勝してオリンピアに出る予定です。なので、今年のオリンピアに出る予定の選手が、もう今の時点で4人いるわけです。前回のサンアントニオプロは、過去オリンピアに出たことのある選手とか、今年の大会で準優勝とか3位とか、要は好成績取っている人がいっぱい出るよ、そういう話だったんですね。この大会は、今年優勝して、オリンピアにもう出ますよ。2週間後ぐらいに出ますよ。だからコンディションもオリンピアに向けてバッチバチですよ。そういう人がまず4人確定で出ます。で、あともう一人は今年のオリンピアには出ないんですよ。なんでかっていうと、今年オリンピアに出るための大会に出てないんですね。で、先週末に行われた、要は来年のオリンピアを決める大会に出ていて、そこで準優勝、ジョセフ・リーです。ジョセフ・リーは、ただ昨年のオリンピアで13位に
入ってます。この順位がつくっていうのがね、もうどれだけ難しいのかっていうのを、まあ皆さんにたまにハトクマお伝えしますけど、13位、2021年は10位、トップ10に入ってます。世界で最も優れたメンズフィジーク選手10番目に入っている、まあ、選手になるんですね。まあ、そんなジョセフリーも出てきます。この5名が鳩熊はね、まあ、優勝争いからも、その中でもジョセフリー、そしてメディカバージュ、この2人はちょっと飛び抜けてるんじゃないかなっていう風に思ってます。まあ、そんなメンツです。はい、やばいよね。なので、まあ、この、まあ、ポージング、まあ、そのどんなコールの呼ばれ方されるか分かんないんですけど、面白い見方の一つとしては、ジンさんがファーストコールに呼ばれます。で、この5名、まあ、多分呼ばれると思います。で、その中で、ジンさんが1人でもうちに入れば、今年優勝した選手に勝ったってことになりますから、まあ、その見方もぜひね、してほしいなって思うんですけど、まあ、でも、とにもかくにも、ちょっとレベル高すぎるね、これね。やばい。まあ、その、やっぱり、オリンピアが近づいてくる。まあ、他にもいろんな大会ありますで紹介しますが、どこにも今年のオリンピアに出る選手何名か出ますって言いました。まあ、基本的に2、3名はエントリーしてます。やっぱ、それぐらい、まあ、オリンピアは今年近いからね、まあ、来年早く決めちゃいたいっていう選手が多いんですよ。なので、逆を言えば、今年オリンピアを決めることができなかった選手は、優勝するのがかなり難しい時期です。とんでもなく、難しい時期です。ただその中で、じゃあジンさんが並んでどう見えるのかっていうの、これはまたね、楽しみだと思いますし、またこれペーパービュー、ライブね、買ってみれますから、ぜひ皆さん買ってみてほしいというふうに思うんですが、まあ、ジンさんだけの話をすればですよ。まあ、楽しみなポイントとしては、前回のサンアントニオプロ、ここから筋肉の張りだったり、まあ、コンディションが、どうなっているのか、どう変わっているのかっていうね、プラスの方向に転じているっていう意味で、まあ、そこ見れるのが、まあ、楽しみだったり、あと一番は、ハトクマはポージングです。もうジンさんの今回の大会での一番の注目ポイントはポージング、まあ、ここしかないっていうわけじゃない。もちろん山岸さんとのトレーニングがあって、まあ、筋肉の形だったりとか、まあ、その食事の指導とかがね入っているかは分かりませんが、まあ、コンディションももちろん楽しみ。ただやっぱりポージングでカイローホールデンにさ習った動画上がってたじゃないですか。皆さん見ましたか？ぜひ見てほしいんですけど、あの動画はね、多分普通にメンズフィジークのポージングを、まあ、今後撮っていく方にとってもむちゃくちゃね、なんか有料な、有力な、うん、なんかそんな動画だったんじゃないかなって思います。まあ、カイロンホールデンといえば、今回出るリージョンスポーツフェスタの最強の王です。もうリージョンスポーツフェスタといえば、カイロンホールデン。もうカイロンが基本的にね、このリージョンスポーツフェスタのメンズフィジークの歴史の中ではもう基本優勝してます。そういう選手、まあ、今年はね、ちょっとオフなんで出ないんですけど、に習っているっていうのもまた一つポイントかなっていうふうには思っていて、まあ、大会の傾向とか、ライティングとか、まあ、ジャッジとか、そのあたりをね、まあ、動画外で話していればっていう話ではあるんですけど、まあ、熟知しているのがカイロンホールデンなので、まあ、そこの情報が加わるだけでも、まあ、全然違うと思いますし、やっぱりメンズフィジークトップクラスの選手の見せ方、そこの技術がこうエッセンスとしてジンさんの中に溶け込まれていく、まあ、これだけでやっぱり前回の大会とか今年今までのジンさんのポージングとの比較っていうのがめちゃくちゃハトクマは楽しみだから、やっぱりそのね、リージョンスポーツフェスタのジンさんに関しては、まあ、ポージングを一番ちょっと注目してね、見たいなというふうに思ってます。皆様、いかがでしょうか。まあ、とにかくね、まあ、ジンさん優勝どうだみたいなところに関しては、まあ、正直、めっちゃくちゃ難しいと思います。超ハイレベルです。これは、6位に入っただけでも、まあ、仮に5位以上になれば、快挙も快挙。日本人選手の中で最も快挙って言ってもいいんじゃないかなっていうレベルにやばいメンツが集まりました。ここにエマニュエルハンターが入ってたらね、もうすごかったね。トップ6確定みたいなもんだもんね。だってそれでね。はい。まあ、そんな大会になってますが、リージョンスポーツフェスタ。ぜひですね、皆様、28日、まあ、アメリカ時間なので、おそらく深夜帯にね、またなると思います。ちょっとこう、夜更かしみたいに、ね、なっちゃうと思うんですけれども、一緒にジンさん、応援していきましょう。どうやってライブを見るか、買うかとかね、何時からやるかとか、そういった時間はまた、ハトクマのチャンネルでも動画でお知らせしたいと思いますが、はい。ということで、今回は、リージョンスポーツフェスタ、今週末に行われる大会、メンズフィジークのね、注目選手をご紹介する、そんな動画でございました。皆様のですね、まあ、今回5名紹介しましたが、他にもね、注目な選手いるよとか、まあ、そういう話があれば、ぜひ、コメント欄でね、皆さんに共有していただきたいなというふうに思いますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。また、冒頭にも言いましたが、他の大会、あとは、ま、リージョンスポーツフェスタのオープンとかクラシックとかね、ここもすごく有名な選手出ますので、このあたりはまた明日以降の動画でちょっとお伝えしたいなと思いますので、そちらもぜひ見ていただけますと幸いです。ということで、今日もご視聴いただきありがとうございました。今日の動画はこちらで終わりです。まだハトクマチャンネルのご登録されていない方いましたら、ぜひともですね、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、バイチャ！ジンさん、いけ！頑張れ！おっしゃー！